何これ。はい、10月18日ハナキン終わりのクソ疲れナノフラワーでございます。最近金曜日人間の様子を呈してないんだけれど、やります。はい、元気に行こう。なんて言ったってボスボスしいからね。何人ぐらい出てんだろう。出てんのこれ。ああ、出てんね。なんかツイッター見る感じ、もうとんでもないボス曲感じゃないっぽくは見たけど、譜面とか全然知らないし、あ、なんかメガの方がしんどい、ギガの方がしんごいとかいろいろありそうな感じで、なるべく情報を入れてこずに初見をやってみようかなって思っております。行きましょうか。軽く1回は聞いたけど、ノーマルで9ってね、ノーマルらしく作んなきゃいけないからむずいと思うんだけど、だってハードの9と何が違うのって言われちゃうときついよね。ややこしい。普通にややこしいんですけど、跳ねてんのか。跳ねてるっていうか16分。確かに やってることはノーマルに近いんだけど、こういうスライドにしたりとかね。なんかノーマルの8とか9とかってそういう作り方うまいと思ってて、まあ、これは確かにノーマルだけど難しいよねっていうのがわかるから、いつもすごいなと思って譜面見てる。もうちょっとハードだと青ノーツの割合が多い気がする。まあスライドが多かったらノーマルかって言われるとそうでもないのかもしれないけど、やってんね。2本指だぜ、ノーマルってことは。おお。久しぶりにノーマル初見で終わんなかったわ。普通にむずいんだけど。なんか13がね、いわゆる交互で取れや頑張れみたいな譜面が降ってくるらしい。なんかハードの時点でめっちゃやばいらしい。やりやがったなみたいなのが降ってくるらしいという噂だけ聞いた。あー、それはやりやがってる。この終点にタップを置くのね、見えない。いやー、きしんど。むずすぎ。え、交互。やってんね。はぁ、ハードでやっていいこと悪いことあるよ。こうか。嘘つけ。
んどすぎ。ミラーワールドとどうだろうね。今13、これで3つ目だけど、ハードの。うお、普通にむずいじゃん。13は13なんだろうな。なんかでもエノールとさ、ミラーワールド見ちゃうと可愛く見えちゃうよね。あいつらが意味わかんないだけなんだけどさ。やるか。それダメくない？はぁ？必死なんだけど。いやー、ここら辺きつい。何それ。いやー、な、きつ。ちょっと待って、指足んないんだけど。しんどい。いや、それやばいな。あ、かわいい。ああ最後の何？最後って、同調しだった今。怖えでも、めちゃくちゃ強いわけじゃないんだよね。多分、ツイッター見てる感じだと。信じるよ。普通になんかボスボスシーン降ってきても、おお、あー、違う人が作ったパターンか。じゃあ。あれだね。本当に。トラベラーと一緒のパターンかな。違う人が15を作りましたっていうパターンに見える。いや、バカ。なんかハードと同じの降ってきた今。何本これ。あ、どっちがって人に分かれるな、これ。どっちが難しいか。今んとこは、メガの方がし、
可愛くは見えてるけど、こっちの方がしんどく見えてる。いやー、スーパーマカロンやめて。マジで。わかんないんだけど。全然わかんないんだけど。全然わかんないんだけど。どっちが難しいんだこれ。どっちもどっちだマジで。なんとも言えねえなこれ。いや多分しんどいのはギガだと思うんだけど、サビのしんどさ的にもというか、いやどっちもむずいでさこれ。楽しかったけど、はい、ありがとうね、頑張るね、きついね。